え？え、なんですか？タイガーマスク。あ、タイガーマスクか。あ、まあ、言われてみればタイガーマスクだわ。2問目。わかんないよ。ジュディ・ヨング。ジュディ・ヨングか。歌ってたんだよ。3問目。なに、なに、エッチな人、ヌードの人。ミロのヴィーナス。何なんだよお前、ミロのヴィーナスって。すごいな最後の。まあ言われてみりゃ分かるんだけど難しいわ。いよいよ何してんすか2人は。今あれクイズ出してもらってたんで。なんだまだやってんのかお前。気に入ったんか。まあ前回も勝ったじゃないですか。えで研究所式がちょっと戻ってきて勝ちました勝ちました、はい、今日勝ったら多分トントンぐらいになるんじゃないかと。今回も僕に乗っていただけたら勝てるんで。でも前回は高野君、 AI 高野が活躍したから。で僕の1回が当たってんすよ。あの 1点が134の奇跡の1点があれがあったおかげで。すげえじゃん、自分で自分のこと奇跡つけ。あれ誰も当ててない。俺が当ててた。俺が当てなかったらみんなの軍資金最後変えてない。すげえ言うじゃん。間違ってます。あ、違ってるよな。どうだ。ポルトツの。まあまあまあ、とにかく、はい、まあ、はい、ちょっと一回まあいいですよ、話は聞けますよ。今勝ってる最初なんで、この流れ、ね、勢いいい時にやっとかないと、はい、終わりました。じゃあ今回の研究テーマをこの後発表しますんで、はい、はい。ということで今回の栗山船研研究所再生計画ということで、はい、前回米井女子とワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンの精神で見事に2連続10万円勝ちを収めた栗山船研研究所、うん、個人的には県外 MVP で誰も言ってないよ。ちょっと誰も言ってない。うちの犬も言うか言うわけないお前が考えてたんだこれで。今回なんですが、はい、ボートレース尼崎で行われる G2 尼崎モーターボート大賞、はい、インプールをぶち破れまくってちょうだいをやるんですが、はいはい、これちょっとサブタイトルの秘密がありまして、うんうんうん、ボートレース尼崎はトップクラスにインが強く、特に夏場1号艇の勝率が 60% を超えており、はい、まくりも決まりにくいプールとなっております、はい。そんなまくり受難水面をぶち破るために、でもまくりがうまい選手を集めたというイノベーティブなアイデアで生まれた大会なんですね、こちらの、うん、イノベーティブ分かりますか。いや、なんとなく雰囲気で。なんですか雰囲気だと。アイデンティティ的なアイデンティティ、まあ、革新的なね、革新的な、ね、まあ、はい、それを打ち破ってほしくて呼んだということで、はいはいはい。でそもそもまくりとはスタートで先行し第一ターンマークでスピードを維持しなければ、はいはい、したまま回らなければいけないと。差し以上に高度な技術が必要なんですと。つまり平均スタートが早く、普段からまくりをしている選手に注目してみたらまくりが決まるレースが分かるのではないかと、うんうんうん、しかしそんなデータを常に調べるのには時間が足りないし大変なデータ量だと。まあそうだね、僕はいつも調べてるんですけど、うん、結構大変なんですよあれ。大変だね。そんな膨大なデータを一瞬で調べ上げるサイトがあるんですよと、はい、なんてこったい。いや、毎回これだなお前。それ最近使い回してんだ。これ好きなんですよ。ああなるほど。これ良くないですか、うん、で最近思う、最近ボートの配信を見ていて思いませんか、うん、さもデータを調べたかのように演者さんがまくられ率やまくり率などをスラスラ言ってるのを見てすごい調べてるなと、はい、みんな言うじゃないですかペラペラ。ここインガなんとかとか、まあ、言ってますね。お二人はあれですけどね、それもこれもサイトのおかげなんですよと。はい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 、はい。まあ、注意、写真と本部は関係ありませんので、しからずと目隠しても分かりやすいなこの2人この人はうまくそれを使ってねやってるという、別対はないですよ。なので今回はその運営さんにサイトの見方を聞きつつ、リアルタイムなデータを駆使して3ピートを目指したいと思います。3ピート3連勝ですか。3連パ3連パっていう言い方もおかしいですけど、あのこの番組的にですよね。1回1回優勝だと思ってます。なるほど、なるほど、はい。
ということで今回の研究テーマがこちらと、はい、インテリジェンスの高い僕らなら詳しいデータさえあれば 3P なんて簡単だよね、そうあの時のロン・ハーパーのようにねと、うん、あの分かる3連覇した時のブルーズでしょ、シューティングガード、うん、これで僕もお金持ちということで、なるほど、どうですか、全然刺さってないですけど、うんうん、よく分かんなかったなんか何するのかよく分かんなかった、なんか最近多いのよこのふんわりしたなんか助っ人がとか、昔お前思い出せよ、風が何メートルの時はどうこう、イン逃げがどうこうって細かく細かく俺たち攻めてきたのよ、今回も俺だって何するか分かんないよこれ見ただけで、要はサイトを見ればいいと、そのデータをね詳しく、僕より詳しいデータが載ってんすよそのサイトに、いやお前いらないじゃん、いらなくないです、僕はその人をつなぎます、え、何それ何のサイトなの、それをもうちゃんと言ってほしい、聞いたことあるし使ったことあると思うんですけど、はい、ボートレース日和、あの細かい回さ、あのね、まくり率、1年間の逃げ率、何号艇の勝率みたいなのが分かる、はい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 、でサイトは見てたことあるじゃないですか、分かりますよ、ただどんな人が作ってるか分かんないし、確かに、あ、今日その人と繋がってると、はい、僕が繋ぎました、それはいちいち言わなくてもいいけどね、僕が繋ぎました、そう言わないと存在意義が、あ、はい、あ、じゃあいろんな情報は確かに手に入るわけですね、今までで情報だけで言ったら最高に入ります、なるほど、じゃあその方をじゃあ今回紹介して、はい、もう呼んでスタンバイしてますんで、フューチャー、まあ、ぶっちゃけだから前回勝ってんすよ、そしたら俺のおかげで、あなたはもうそうですけど、でも僕はもう AI だけいればもう十分だって、 AI は僕の予想を見て買いましたな、プシュじゃないのもうお前成長期のアメリカ人よこれでも昨日前回ちょっと AI に、いや、なんかもう嫌な感じ出してた、いやいや最後だってね大ヒットしたじゃん、いや俺も当てましたよ1点で、記憶にないな、あれがなかったらもう終わってました、あの番組、かつくなかつくなでも本当に今日はじゃあもう今日はガチに勝ちに行きます、うん、僕の上位互換、前回もガチに勝ってんのよ、だからあの今回僕の上位互換が来ていただいてて、データの話せるんですか、じゃあ作った方と、あのビオリさんって呼んでいただけたら、マジですか、はい、ビオリさん、はい、声出るの本邦初公開っていう、すごい、はい、うわすごい、いつもあのお世話になっております、あ、見ていただいてますか、はい、もちろんです、で、何今日はビオリさんに何をお聞きするんですか、結局なので、まあ今回のね、G2 の尼崎がそのまくりをメインに強い選手を入れてるんで、はい、ただ常にまくりが決まるわけじゃないじゃないですか、はい、だからこのレースは何パーセントぐらいでまくりが起きるんじゃないかと、またはイン逃げ率が高いんじゃないかっていうデータを全部出してもらって、しかも、はい、ただまくりが決まる場合のその出目、多い出目、はいはい、そちらも調べていただいて、はい、まだちょっと時間あるんで、はい、いろいろ聞きたいことないですか、ああ、まあ、え、いいんですか、じゃあ普通に何聞いて、NG 質問ないんで、マジですか、はい、乳首は何色ですかいや、そんな言われたら気になるよな、え、美織さんすいません、じゃあちょっといいですか、本当に質問、美織さんって お仕事とかされてるんですか、あ、一応仕事をしてます、はい、あ、普通のお仕事をされていて趣味という形でこういうサイトを作られてるってことですか、あ、そうですね、今はそうです、はい、あ、そうなんですね、え、美織さんってちなみにおいくつですか、あの、43です、あ、同世代じゃないですか、近しいとこですね、僕も今39、今年40の年なんですけど、お住まいとか聞いても大丈夫ですか、あ、僕は山口県、あ、じゃあ下関だ、下関すごいっすね、あ、いいですね、え、ちょっと聞きたいこといっぱいあるって言ったじゃん、あります、美織さんは勝ってですかと、あー、なるほど、確かにそれは気になる、ボートレースは買われるんですか、船券は、もちろん買います、はい、勝率というか、まあ、結果どうなんですか、負けてますなんだよやっぱそうなんだって、なんだよ、そううまくはいかないんだって世の中、え、でもじゃあこのサイトを作る前と、はい、今だったらどっちが勝ってるとか、ああ、どうですか、ビオレさん、それは勝ってると思います、ほら、はい、ビオレさんはじゃあ、まあ、シンプルに穴と本命党っていう分け方したらどっち派ですか、どっちかというと、僕は本命党と、はい、あと好きな選手とか、ちなみに好きな選手とは、
僕はあの白井エイジ選手が一番好きです。うわ男男。白井さんはあのコース関係なしに勝ってます。へえすごい。楽しいな。いいな。すごい。うるさいなお前カサカサ。ポテト。今ビオリさんと話してんで、うん、なんか聞きたいことあるかよ。いや見えてる。見えてんのかな。手振ってもう動画じゃないのよ。うん、あ見えてます。あ見えてる。あポテト見せるなよ。AI なんで、ロボットなんで気にしないでください。すいません。すいません。これデータとかって毎日夜打ってんですか。これ企業秘密ですかやっぱり。いやあとこれ一応自動でやってます。自動だ。すげえな。もともとそういうなんかプログラミングみたいな、わかんないですけど僕よくそういうコンピューターの仕事をされ仕事っていうか勉強されてたんですか。あそうです。今もコンピューターの仕事はつまんない。だから強いんだ。結構だってこのサイトもさ、まあ、ぶっちゃけ広告が入るようになってたじゃん。なりましたね。お金になってんじゃないですか。それはちょっと企業秘密。いやでもね、僕らはこうやって使わせていただいてる立場なんで、それはある程度そういう、うん、作ってる方にもお得になっていただかないと。クオリティだけで言ったら正直有料アプリでもおかしくな い, 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 いそうお金取ってもおかしくないレベルなのが僕 ら, 無料でやめてほしくないからこそなんかそういういい方に転がってほしいですよね。そうですね。冒頭で田代さん負けてんだな。そうじゃあ今日この後、はい、尼崎のレースを美織さんの情報をもとに交わしていただく。そうね。旧レースの、勝ちたいな。これすごいいいレース。これちょっと聞きたいな美織さんの情報を。ヨリさん、なんか急レースありますか、データ。まあ、逃げると思います。あ、はい、へぇ、これデータ上ってことですか、それは。気持ちじゃなくて。あ、気持ちじゃなくて、データで逃げると思います。ちょっと展示見ないとまだわからない。あ、わかりました、待ちます。展示を見てデータと照らし合わせるってことですか。そうですね、あの、一応と最近あの人気の機能で、マクリアラートっていうのがあるんですけど。なんだそれ。展示で、はい、あの内側の手よりもコンマ07より速い展示タイムの選手がいたらこう知らせてくれる機能があるんですけど、一応あの展示が 0.07 速いとまくれるっていう、はい、ちょっとそういうなんかデータがあって、へーすごい。それをしかも通知してくれるってことですね、アラートだから。あ、一応ちょっとうちのサイトに来てもらって検索してもらうんですけど、はい、これ例えばじゃあ今スタート展示出る前だったらどこをこう見た方がいいとかありますか。なんか やっぱり最初はあの枠別情報で、はい、うんうんうん、はい、枠別の勝率を見てもらって、まあ見ますね。まあ新概念がやっぱり人気があるので新概念データを、はい、展示タイム出たよほら。あ、出ました、ね、これノーアラートじゃないですか。ノーアラートでしょ。ノーアラートですね。なるほどね。でもこれ金子選手のまくりとかはありそうじゃないですか。割と高いですね。高いですよね。8000ありますので、はい、意外とまくられてますよね、山本選手も。そうなんですね、はい。じゃあどう買いますか、ここそのデータを元にちょっと予想をしていきたいですけど。いや俺これ金子選手も買いたいけど、例えばじゃあ金子選手がやってるからへこむまで飲むな。今大事なこと聞こうとしてるからへこむまで飲むなって。ペコペコお前何やってんだよ。ちゃんと予想考えてよ、はい、ゆうちゃん。ビオリさん、はい、もしかしてまくると僕ら考えた場合、なんかそのまくった時のなんか来そうな出目とかって分かるんですか。その3号艇がまくった時とかの。あ、わかります、はい、画像を共有します。はい、すいません。すげえ。あ、なんかデータが来ましたね。あの、未公開のデータなんで。未公開のデータ。え、今後こういうのも出していこうかなと思ってるってことですか。出していこうと思ってるんですけど、まだ今日は特別に出しました。あ、すげえ。いいですか、はい、これが一応、はい、3コップでまくった時の出目なんですね、はい、うんうん、なるほど。まあ、3、4がだいぶ目に上がってきます。3、4だけで20倍以上あるので、3、4来やすいのは来やすいって形ですね。はい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 。イン逃げの場合とかも出るってことですか、これ。あ、もちろん出ます。尼崎で限定すると、はい。なんかまあ、まあ、
1、2歳になっちゃうんですけど、あ、これは選手の情報関係なくってことですか？そうですね、はい、2位にした時のデミです、はい。先ほどちょっと全国でやったのでちょっと甘さ的な、はいはいはい、なるほどなるほど、3、4でも3、4だね、1、2、5、6、3、4、5なんだ、 10% もあるわ。へえ、じゃあもう、はい、マフリの時はこのデメが出やすいっていう、へえ、1年間のデータになります。ああ、ありがとうございます。へえ、なんかあと伝えときたいデータとかありますか？そうですね、まあちょこれ、まあ、モーターもこうモーターの新概念っていうのも見るんですけど、そうですね、金子選手のモーター、はい、はい、一応3号艇からも勝ってますね、はい、あー、モーターの勝率だ、これモーターの勝率です、はい、はあ、そのモーターが3コースの場合は結構強いね。これビオリさんはちなみに個人的に予想するとしたら空レースとかなんか言えたりします？あの、まあ、僕もちょっとあの予想に関してはそこまで自信ないんですけど、はいはいどうだ、負けてんだもん、まあね、まあね、はいはい、僕は、ね、1、2、3、4が来るかなと。あ、1、2、3、4だ。1、2、3で27倍、あ、これめちゃめちゃいい、イン逃げ。1、2、4で18倍ですよ。なるほど、あ、もうできた、頭の中で今のいろいろ聞いて4、1、4、1 5、3着に5。俺はだからさっき言った金子さんのまくり買ってみたいな。あ、まあそうですね、こんなに買ってもあるで。ケンは どの予想なの？僕もあのデータ上ではやっぱり、いや、被ってていい、あ、いいですか。川北選手が平均スタート遅いと、で2がへこんだ場合って3手まくりに行きやすいじゃないですか、はい、なので3、4、5、3、4、6、3、1、6、3、4、2ですね。いや、3、4は俺全流す。あ、まあですか。じゃあ3、1、6、ああ、です。3、1、6、はい、いいんじゃないですか、これ全部買って、はい、じゃあビオリさんこの辺でいいの？そうですね、ビオリさん、じゃあまた10レースの時。あ、そうなの、また呼んでもらえる？毎回、はい、毎レース前にビオリさん、じゃあすいません、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、はい、また一旦この情報をもとに9レース買わせていただきます。あ、お願いします、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、また、はい、お願いします。全部で16,000円、15,000円、はい、1234、1441の5、はい、34全、316。なんか AI なんか突拍子もないことやらなくて、なんか安牌に入りましたよね。なんか疲れたいからって、なんか面白みなくなりましたよね、なんか買い目に。ジャスティン賞と同じ文句言われてる。そうだよ、ジャスティン、あ、ジャスティン賞の情報入ってんだ AI に。ジャスティン、ジャスティン賞はどういう人か分かる？じゃあどういう人？尊敬できない一緒だ、一緒、一緒、すごいな、ちゃんとコンピューター、うん、すごいよね、最近の情報も入ってきてるから。もう最新です、オワコン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 、ジャスティン賞、オワコン、そうそうそうフューチャー。やっぱゲスト来ていただいた時の1レース目ってドキドキしますよね。いや、でもな、俺ら前回勝ってるからね。前回だから俺も当ててるんですよ、1点で。1点で当てること難しい、知ってます？記憶なくない？オワコンもうマジレース始まるから黙らせてやってくれビデオレターじゃん意外とね、美味しいの124だったり、ね、そうですね、124はありそうで高い。123とかか。いや、4もいきそうだな。さあ、まあでもこれ1位ですね、綺麗に揃ったな。1位ですね、1位。いや、2位はもう遅れてないもん。そうですね、これ1、2でいくんじゃない。じゃあ尼崎こっから強いんですよ、インが1で。ああ、1、2、4、いや、4が刺すか。1、4にはないないのよ。いや、1、2、4でろ。いや、1、2、3、そう、2は、これ2はいけそうですね。1、2、うわー、4かかってるか。いやー、羽野さん伸びてるな、これ。あ、でもやり合ってる、1、3まであんだ、これ。あー、これ1、2の目は厳しいか。うわ、1、4だ。となると1、4、5しかないか。いや、1、4、2、なんで1、4、2じゃない。いや、もうもどかしいな、それ。一応2でしょうね。そうですね、やっぱちょっと腕でしたね。いやー、なんかどうしたんですか、そんな急に思考が止まって。悔しいんですか？悔しいね。いや、 AI がおしゃれな、昔だったら AI こんな142っつってましたよ。こんなどこめ買ってないっすよ、ね、それ言ったらお前の316もいらんからな。34も、はい2ですね、142ですね。
20倍とかついたりしたらすげえショック。まあ近しいのかな。ああでも、まあ、なかなか一応2で美味しいですよね。羽野さんの2着で。くそー、 AI が日和らなきゃ当たってたな。って言われてるよ。でもお前の方が惜しか、惜しいは惜しかったよ、うん、惜しいだけで3頭だから結構折れてる。フューチャー侵入が変わってます。こうなった時のまたじゃあ情報とかあるのか。え、色が分かんない。色が全く分からない。あ、それ赤いから全部が3号艇に見える。じゃあいいよ感覚で。152346かな。152の346が引いた。石島選手が入った。だこういう場合ってもう例えば事前に僕用意してるデータとかでもうパーになっちゃうんですよ。でもね、美織さんなら分かるんですよ。すごいシステムあるんですよ。侵入が変わって美織さん。はい、負けました。すいません。いやでもやっぱ言い逃げ方っていうの当たってたのって。そうですね、うん、いや美織さんが悪いとかそういうの全くこういう、まあ、もちろん僕も普段から買ってるので、ということでまあまあまあ9レース、まあ、まあ言って初戦ですからいいとしましょう。で続いて10レースなんですけど、これ西島選手が入りましたよね、はい、こういう場合はどうするんですか。あ、一応ボートレース日和ではコースが変わっても一応コース別の成績が分かるので、まあこういう形で一応侵入は変更することはできるんで、うんうん、あ、これ変更してみれるんだ、こうやって。そうなんですよ、だからすごいんですよ。あ、初めからいきましょうか、はい、枠別情報で、はい、こう言ってもらうとコース変更っていうのがありまして、それを押せばいいんだ。それで1からこう1、今西島選手が5番なんで。あ、俺それ知らなかったっす。すごいっすよ、あるんすよ。これはお見事。これはこの感じでいくとどうですか。じゃあちなみに西島選手って、うん、枠なり2コースよりも前付け2コースの方が勝率が高いんですよ。でちょっと今日調べたのが、5コースからの前付け時の勝率が1着率が 19% で、2連対率 33%、 3連対率が 66.7% なんですね。前につけられた時の島村選手の1号艇の成績とかって分かったりするんですか。島村選手はちょっと前付けの成績が今年1年間3レースしかなかったんですけど。あ、なるほど。島村選手は前付けされても 3回とも勝ってます。ああ、じゃあ力強い。もだからここもいいんだ、強いかなと思ってます。なるほど、美織先生的にはいいんだと、うん、ここもいい、はい、ここね、ここどうだろうな。僕じゃあ行ってもいいですか。いいよ。僕はやっぱ畑田選手の3コースの成績と西島選手の逃し率のね、逃がし率33。お前逃し率って言ってんの。すみません、美織さん逃がし率ですよね。逃がし率です。俺ずっと逃し率って呼んでた。逃がし率で合ってるよね。これ逃しはちょっとなんかまた話変わってるじゃん。もう引いてるじゃん。もう AI 引いてるよ。これずっと逃し率だと思ってた。 AI 激式だよ。逃がし率だろ。嫌ですわこんなやつ同士。あ、でも一応大卒てるもん。大卒なんで。僕大卒なんですよ。大卒。大卒なんで。大卒ですよ。で何でないだから。予想なんだよ。で逃がし率がね、はい、33.3% なんで、となると畑田くん、はい、一択じゃないかと、はい、2-1-5-1-5。そんな下の2-1で一回2-1-5-1-5-1-3-5でいいですか。美織さんこれ決まってます。ここちなみに僕は1-2-3-5です。あ、1-2-3-5。2人ともあれだな、西島さんを3着に。ほうほう。クズハラ選手モーター、エースモーターなんで。はいはいはい。あ、そうなんだね。クズハラ選手が、クズハラ選手4コースの成績どうすか。4コースの1着はちょっと少ない。あーとも 13% ぐらいですので。さすがに厳しいか。 AI が決まってるの。ゆうちゃん。あ、ゆうちゃん1-1-2-2-3-6。1-2 の3-6。すっごいなんかかゆいな。誰もじゃあ1-5はないってことだね。僕もでもそうだな。
13の25を買おうかな、うん、あ、いいんじゃないですか、美織さんとも、ね、13あ、本当だ、かぶってるわ。そうなんです、だから132だけ買いたいな、じゃあ。だからそう、逆にそうです、さっきみたいにこぼさないように。そうか、そうですね。18,000円結構買いましたね。いや、マジで、だから当てないとやばいよ。あ、まあここでプラスになると思う。当たるだろ。あ、僕で当たります、はい、いや、面白いな、楽しみだ。ちょっと美織さん、これ当てますからね。当てましょう、これは。はい、下関でも行くとき、フグでも食い行きましょうね。あ、ぜひお願いします、はい。本当に、いいっすね。あ、全然、もう調理しますよ。いや、なんで毒のものをお前に調理してもらったんだね。俺がやる。どっちのフグ食いたいか。でも体型的にこいつの方が調理はうまそうだよね、料理は。何一番得意料理は。カレースープ。カレースープ、うん、得意料理は角煮。ニヤだな。なんかどっちもそそらねえな。なんかどっちもなんか濃いな。重いな。角煮とカレースープ。フューチャー。1号艇は島村隆之、2号艇畑田太一。さあ、まあ展示通りですね。6号艇村岡健人はこの外側に構えまして、スロー3艇、ダッシュは3艇、内から1番、5番、2番。あれ、畑田くん、めっちゃ出てる。めっちゃ出てる。これまくるべ、これまくるべ。まくる、まくる、まくって4も出てる。でもクリスさん4も出てます。いや、畑田さんのまくりは…あ、スタート判定値、4か、どれだ。いや、畑田さんやばい、やっちゃった。3だ。モーターイン3買ってね。いや、待って待って、2本残った残った残った。いや、これは3だよ。どっち、誰がスタート判定中だ。36だ。3が判定どれ。多分、もう畑田さんじゃないの。違う、正常タッチスタートだ。31 36でしょ、これ。365 361。うわー、惜しい。どこが惜しい。いや、畑田さん行ったと思わなかったですか。行っても3-21にはなんないべ。はあ、うわ、3か。でも今のはちょっと展開、畑田さんのあの感じもあったしな。まあ、いや、36はむずいな。むずいっすね。しかも361もなくなったら365になったね。これめちゃめちゃつきますよ。いやー、これはつきますよ。これでもすごいな、36か。これ当てたかったね。3万6,500円。いやー、素晴らしい。でモーターいいと考えたらいいの。うん、それでも難しいですけどね。なるほど。残るレースは2レースです。そうですね。ちょっと今日は全然いいとこなしです。33,000円ほど負けてます。何でしょう、いつまでも優しくすると思うなよ。なんで上からなの。ポンポンじゃない。フューチャー。もうすげえ想像してる。でもスーパーさん、よし来い、それでいい、それでいい。もう美織さんも見えないけどダンスしててください、その時。あ、わかりました。そのまま飲めろ。いや、行ったら行ったら。いや、どうだ。